疲れ様です。ナイスゴールでした、ね、ありがとうございます。あれはどんなプレーだったんでしょうか、ちょっとご自分の言葉で、まあ、サインプレーみたいな感じで彼女がフリーキックを、まあ、俺にそのままパス出してシュートまで行くっていう形だったんですけど、前で誰かが触ってちょっとコース変わってそこによく阿部ちゃんがいてくれたん でそのままこぼれてきて、まあ、押し込むだけで十分。まあ、あの今シーズンは非常にあのスタメンの機会が多くてですね、充実したシーズンを送られてるんじゃないかと思うんですけど、その辺どうっつって。いや、まあ、そうですね、まあ、そのチームは、まあ、勝てるように、まあ、いい流れになるようにっていう、まあ、誰が出ても、まあ、途中からでも最初からでも、まあ、それ変わらずやっていきたいと思います。やっぱりあの前線の方で非常にアグレッシブなプレーをされているような印象を持っているんですけど、そうですね、やっぱ前に行く姿勢っていうのを、まあ、もっと見せれればもっともっと見せれればいいと思うんですけど、まあ、攻撃的なチームっていうイメージがあると思うので、まあ、前に前に行きたいと思います、まあ、あの非常に経験も、ね、豊富な飯尾選手だと思うんですけど、あの今シーズンのチーム、はい、まあ、どんな感じに見られてますか。そうですね、やっぱまだ若いから、まあ、本当にいい時はいいけど、まあ、立て直す時にはちょっと時間がかかる試合中の中でも部分が、まあ、あるんで、まあ、だからその辺をしっかり試合中の中でもすぐ切り替えていいプレーできるようになっていければ、本当だから後半戦はもっともっと楽しみになってくると思うんで、まあ、そういうところうまくやっていければいいと思います。まあ、あの順位もですね、はい、まあ、あの上がってきているというところもあるんですけど、はいはい、まあ、次に向けて一言もらっていいですか。そうですね、まあ、本当まだまだ厳しい戦いが続くと思うので、まあ、1試合1試合本当に全力を尽くして勝ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。